安田雅史と的場浩司のセカンドベース。こんばんは、安田雅史です。皆さんも覚えていただきましたでしょうか。的場浩司です。この番組は我々若手俳優安田雅史と的場浩司でお送りしております。さて、この番組タイトルセカンドベースですが、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、まあ、2人とも俳優として次セカンドの土台ベースになるようにという思いで、番組プロデューサーさんにつけていただきました。そして、この番組セカンドベースは再編集映像配信版として、放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いしておきます。それではまずは僕安田雅史の自己紹介させていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球漬けの生活でしたが、現在は役者として活動しており、エキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。まあ、いつかは幼い頃からずっと頑張ってきた野球に関わる作品に出演するという夢を持って頑張っております。そしてですね、いよいよ今月14日からブルガリアソフィアで開催される東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャー2019で上映される映画22世紀寓話に私安田雅史もなんと、出演しております。この映画の予告編がですね YouTube で公開中ですので、ぜひ、一度ですね、ご覧いただければ嬉しいです。続きまして的場浩司と申します。山形県酒田市出身の21歳、現在は昭和音楽大学ミュージカル科に在学しながら、ドラマや映画の現場でエキストラやスタンドインなどに参加させていただいております。とともにですね、その映像演技のワークショップなどでも勉強しております。親からいただいた高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って、頑張っていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーは MJ50 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして、指定する目的駅とその駅数がですね、必ず往復ジャスト50にして田端まで帰ってくるというものです。まあ、ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは、まあ、意図的に帰るようにしております。まあ、今回はなんと本州最北端の県、はい、青森県の青森県、はい、八戸駅に行ってまいりました。はい、まあ、このなぜ、この八戸駅に行ってみようと思った理由なんですけれども、はいはいはい、まあ、ちょうどこのどこに行こうか、リサーチしようかなと思ってた時に、うん、まあ、その時期夏の甲子園が開幕しております、はい、開幕して、まあ、開幕戦に、青森県ですね、はい、青森県代表として、まあ、八戸学院光星が、まあ、出場しているのをちょっと僕、はいはい、見まして、青森県行ったことないなって思い、で、まあ、行くならその八戸っていうそのキーワードをちょっと拾って、はい、じゃあ八戸駅に行ってみようと思って、まあ、今回この八戸駅に行こうかなという風になりました。はい、で僕自身がですね、はい、この旅行するにあたって今回のこの八戸駅がですね、はい、ちょっと最北の旅行だったんですね。前回あれですもんね、山形。そう、山形で、それよりももっと北に行った、はい、だからちょっとワクワク気味に行ってみたんですね。はい、でそれで八戸駅のちょっと歴史について少し、ご説明したいと思います。1891年の、はい、明治24年ですねの9月1日に、はい、当時知内駅という、駅名でですね開業いたしました。はいはい、そして1971年昭和46年4月1日に八戸駅に、開所されました。はい、まあ、この解消がですね、まあ、理由が、まあ、そもそも近くにある今現在ですね、はい、本八戸駅という駅があるんですけれども、はいはい、まあ、当初そちらが、八戸駅として呼ばれていたんですけれども、はい、まあ、今回この東北新幹線の開業に向けてその東北本線に接続されていた当時の知内駅がこの八戸という名前をその譲り受ける形で今回この1971年ですねに八戸駅に改称し、それと同じ時期にその当時の八戸駅が今の本八戸駅という名前に変わったという感じですね。はい、
そして、2000年ですね、平成12年には、まあ、2002年の、東北新幹線の八戸開業に向けて、はい、まあ、駅舎が新築工事が開始されました。でその2002年ですね、平成14年、はい、7月1日に、まあ、新駅舎が、まあ、部分的に、供用開始ということで、はい、で、まあ、東西の移動が自由化されたらしいです、はい、でそして、まあ、12月1日ですね、同じ年のに、東北新幹線が、はい、まあ、当駅まで延伸、延伸の延は伸びるというか延長線の延に、うん、はい、伸びるということで、という字を書いて延伸開業ということで、はい、まあ、同時にこの東北本線の、そうですね、が当駅間がですね、はい、青い森鉄道に、まあ、経営移管され、まあ、同社との共同駅と、なりました、はい、そしてその同時に、新駅舎が、まあ、全面的に、そうですね、うん、されました。でちなみにこの今回の八戸駅の、はい、1日の平均乗車人員はですね、はい、まあ、JR 東日本ですと、2018年度平成30年度ですねの、1日平均乗車人員は、まあ、4505人ということで、はい、青森県内の駅では青森駅と、弘前駅に次いで第3位ということで、はいはいはい、また、このうち新幹線の1日平均乗車人員は3481人だそうです。そして先ほど、ありました青い森鉄道ですね、はい、は2016年度、平成28年度の1日平均乗車人員は1158人だそうです。歴史とか、八戸駅の説明はこれくらいにしまして、はい、今回、の行ったルートをちょっと説明したいと思います。行きはですね、まあ、京浜東北線に、乗りまして、田端駅から、赤羽駅まで行きます、うん、ここで4駅です。そしてそこで埼京線に乗り換えまして、赤羽駅から大宮駅まで行きます。でここで、11駅です。そしてここで JR の新幹線ですね、はやぶさ号に乗りまして、大宮駅から目的駅の八戸駅まで、ここで3駅、うん、駅は合計しますと18駅ということで、はい、結構早い感じに着きました ね、うん、なんで帰りはもうちょっと工夫していきましたので、帰りのルート説明に行きたいと思います、はい、します。帰りはですね、先ほどの行きと同じで、JR の新幹線はやぶさに乗りまして、八戸駅から大宮駅までここに行きます、はい、同じく3駅ですね。でそこから、同じく埼京線に乗り換えまして、大宮駅から今度は新宿まで行ってしまいます。ここで15駅、はい、で次に JR 総武線に乗り換えまして、新宿駅からお茶の水駅まで行きます、はい、ここで8駅です。8駅、はい、そして中央線に乗り換えまして、お茶の水駅から東京駅まで行きます。ここで2駅です。2駅、はいはい、そして JR、上野東京ラインに乗り換えまして、東京駅から日暮里駅まで行きます。ここで2駅です、うん、そして山手線の、内回りに乗り換えまして、日暮里駅から、帰りのゴールのですね、田端駅に到着ということで、ここで2駅で、はい、帰りは合計しますとなんと32駅ということで、まあ、ジャスト50には行ったんですけれども、うん、今回帰りはすごい長かったですね。ほぼ倍ぐらい、ね、そうですね、その所要時間も結構乗り換えもあったんで、ね、その乗り換えのタイミングもやっぱ電車のあのタイミングもあるんで、はい、結構時間かかりましたね今回は。で今回この八戸駅に行った感想なんですが、はい、まあ、この行った当日はですね、はい、まあ、曇っていたので、もう結構涼しかったんですね。気温も30度いったかいかないかぐらいの涼しいです、ね、はい、結構涼しい感じで、はい、あ、やっぱり北に行ったなっていう感が、ただの俺の勘違いかもしれないですけど、そうですね、そう、はい、でよかったな、過ごしやすいなって思いましたね。で駅周辺はですね、まあ、ホテルや、まあ、飲食店も多く、まあ、旅行でも、あと出張ビジネスの時でも、まあ、結構いいんじゃないかなというふうに個人的には思いました、ね、その周辺が、そうですね、駅の周辺が結構いろいろあって、はい、駅構内もですね、はい、結構広くて、もう初めて行く人は少し迷ってしまうかもしれないですね。まあ、今回僕八
多分このコーナー初めてかもしれないですね、はい、あのちょっと駅構内で回ってしまって、あら、え、目印とかあるの？あるんだけど、なんか俺もともとそういうのってあんま見ないでスラーって言っちゃう人だから、あ、今回もいけるだろうと思ったら、うん、あれ違うとこ出ちゃったってなっちゃって結構難しいんですね。そうそう、いや、なんか複雑ではないんだけど、なんか そう迷っちゃって広いってことですか？そうだから、もし公式もいただいたら、ね、行かせる。八戸、え、近いでしょ？近くはない。近くはないか。山形からでもやっぱり一個県を挟んでいくの。同じ東北地方っつってもそうだよね、はい。俺も関東でもそうだもんね。距離あるもんね。距離、はい。青森とかには行ったことは。行ったことない。ないんだ。僕山形より上に行ったことがない。ああ、なるほど。なるほどね。じゃあ今度時間があれば。そうですね。行かせていただきたいと思います。はい。じゃあ以上、今月の MJ15 のコーナーでした。今月のプレイリポートのコーナー、改めまして今お聞きの放送セカンドベース、担当は安田雅史とアドバ講師でお送りしております。さて続いてのコーナーは、講師くんが毎月見てきた舞台についてリポートしてくれるコーナー、題して今月のプレイリポート、はい、では講師くんお願いします。かしこまりました、はい、今月はですね、今回はですね、はい、先月の8月5日に東京中央区にあります明治座で上映されていた志村けん一座第14回公演志村魂を観劇してまいりましたので、リポートさせていただきたいと思います、はい、こちらの舞台はですね、こちらの舞台志村魂はですね、はい、2006年から毎年全国で上演され、志村けんさんの主催主演されていらっしゃるこの舞台となっております、はい、そしてこの脚本総合演出は、ラサール石井さん、はい、出演者には、第1回から出演されているダチョウ倶楽部さんや、桑野、信義さんがいらっしゃいます、はい、他にもたくさんいらっしゃいますね、はい、で構成、この舞台の構成を簡単にお話しさせていただきますと、はい、1幕2幕ともこう前後半に分かれておりまして、はい、1幕前半は皆さんご存知のバカ殿様、あ、はいはいはい、そして後半はあの志村けんさんの大丈夫だ、あ、ドリフターズの8時だよ全員集合といった、そういったあの舞台をこうモチーフにしたコントライブになっています。お、そしてこう2幕の前半はといいますと、志村けんさんの三味線独奏、そして後半は松竹新喜劇の、リメイク作品一姫二太郎三かぼちゃが今回の公演となっておりました。今回あの昨年ですね、昨年に続いて2回目の観劇になったんですけれども、志村けんさんはあの僕の中で昔からヒーロー、あ、そうだったんだ、そう、ヒーローという言葉はあんまり言わないんですけれども、小学校の頃からずっとあの拝見させていただいておりまして、先ほどもお伝えしていたそのバカ殿様だったり、うん、ドリフターズだったりも、うん、ドリフターズのあの8時全員集合だったりもあの DVD に落としてダビングして、おすごいね、今も家にあってそれを時々見返すぐらいその元気を与えてくださっている方なんですけれども、すげえな、その直接会えるっていう、あ、っていうのがすごい感慨深いなと思いましたね。今回拝見しに行かせていただきました、はい、それでは、ここで、講師が選ぶグレートポイントといたしましてお話しさせていただきたいと思います。まずはですね、やっぱりあの子供から大人まで楽しめる構成や演出だなというか、その舞台がすごい子供向けではない、子供向けなんですけれども、うんうん、その大人まで楽しめる演出になってるなとすごい思いました。なるほどね。そう、当たり前と言いますか、うん、こう一般的なその舞台よりもその子供の比率っていうのはやっぱり多くてですね、その例えばダチョウ倶楽部さんの代表的なギャグのどうぞどうぞとか、志村けんさんのアイーンとかっていう、それをこう言った一回言っただけでその会場がドカーンというこう一体感がものすごいパワーだなというのをすごい感じましたね。それがですね、あのもう一つその部分ですごいと思った部分がありまして、それはあのやっぱり子供だけじゃなくて大人もそれにどんどん乗っかっていくんですよ。乗っかっていくっていうのは自分から乗っていくんじゃなくて、うん、その出演者の方々、そのダチョウ倶楽部さんだったり志村けんさんがどん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 乗せていくんですよね。あ、その大人の方々を、子供以外にも、そうです、そうです、どん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 、あのお客様一里ってよくあるじゃないですか。 あれよく見るとで、今回感激した時にちょっと拝見させていただいた時は、うん、結構子供じゃなくて大人をガンガンいじっていくんですよね。あ、なるほど。でそのどん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 その何て言うんでしょう、
すごいあったかい雰囲気になっていったりとかファミリー感が増えていくっていうところですごいあのなんて言うんでしょうね、そのお客様の空気感を感じながらこう進めている感じっていうのがすごい感じた舞台なんだな、舞台だなって今までで一番感じた舞台ですね。あ、なるほど。そしてやっぱりあのすっごい感じた部分はですね、うん、志村けんさんの偉大さをすごい感じましたね。それ小学校からあの慣れ親しんだと言いますか、うん、すごいあの観客としてすごい元気を与えてくださっている方なんですけれども、うん、今回の公演はですね、そのバカ殿様、そのコント、うん、であと三味線が3曲演出をされておりまして、うん、で最後の舞台、最後の劇仕立ての舞台も主役を務めてらっしゃるんですよ。なので全体公演がだいたい2時間、うん、今日2時間より多いぐらいなんですけど、うん、ほぼ全てに志村けんさんが出られてるんですよね。へー、だからすごい運動量といいますか、あ、そういう部分ですごい、あのすごい方だなと思うと同時に、やっぱりそのバカ殿様だったりコントっていうコントの内容っていうのは今まであの使われてきたテレビとかでよくやられてきたものが多いんですよ、うんうん、なので僕の場合はなんですけれども、結構最初の出だしの部分でだいたいオチが予想できるぐらいまでなっていまして、うん、すごいね。もちろんその初めて見る方には面白いというか、もちろん全部がこう流れとして面白いと思うんですけれども、オチが分かっても面白い、うんうん、なぜかと言いますと、それはですね、こう志村けんさんが、うん、その観客の予想をですね、いい意味で裏切ってくれるっていうところにあるんです。つまりですね、こう流れが同じなんですけど、うん、流れっていうのは要は元は同じなんですよ、うん、そのオチは同じなんですけれども、うん、そこに行くためのそのセリフ回しだったり、うん、その表情だったり、もしくはこうアドリブをガンガン入れていったりとかいって、こう出演者をどんどん回していく感じです。お客さんだけでもなく、そうです。だからそれでこうまた笑いが生まれてきて、そのループ感っていうのがまた素晴らしいと言いますか、すごいそれを見てまた笑われるっていうのがすごい楽しいなと思いました。なるほど。そうです。感情をその巻き込む存在感っていうのはやっぱり改めて圧倒的だなと思いましたね。ちなみにやっぱりコントとかが多いと思うんですけれども、うん、その三味線を弾く姿でやったり、うん、その劇中で役を演じられている姿、うん、その役柄を演じられている姿であったりも、うん、またこう魅力的だなと感じましたので、うん、もしよろしければあの時間があったら見に行っていただけたらと思います、はい、以上が、講師が選ぶグレートポイントです、はい、この志村コンでしか、感じることができない笑いや感動が絶対あると思うので、はい、皆さんもぜひ、行っていただければと思います。以上、今月のプレイリポートのコーナーでした。続いてのコーナーはモッケダの山形のコーナー。このコーナータイトルにつけていただいたモッケダのは山形の方言でありがとうという意味でして、標準語に直すとありがとう山形ということで、僕のふるさと山形の魅力をご紹介させていただくコーナーとなっております。はい、今回はですね、山形の食べ物編第1弾といたしまして、秋の味覚についてお話しさせていただきたいと思います。いいですね。そうですよね。早速ですが、山形の食べ物と言われて皆さんはどんな食べ物が、思い浮かぶでしょうか。いかがでしょうか。俺はさくらんぼとか、さくらんぼ、はいはい、あとはまあちょっと母親がマスカット好きで、そ山形のマスカットとか買ってたのをよく見るので、はい、まあ、その果物ってイメージが、そうですね、いいですよ。今回は果物を、果物をこうリポートさせていただきたい。おー、いいね。よく思いつかのやっぱりさくらんぼでしたり、うん、あとはラーメンも有名なので、あと玉こんにゃくとかなんですかね。でも今回は、まず最初にこの果物についてお話しさせていただきたいと思います。はい、ラ・フランスってご存知でしょうか。はあ、ラ・フランス、ね、はい、果物なんですけれども、うん、ラ・フランスは、西洋梨の一種でして、食べ頃は今の8月から、年明けにかけてなんですが、日本梨とは違って、黄緑色で、こう熟すとこう食べ頃になるとですね、触っただけでこう変形してしまうほど柔らかさになる、こうひょうたんの形をした果物になっています。はい、このラ・フランスはですね、2015年度の調べによりますと、全国の生産量は2万9千トンのうちですね、1万9千トン、つまり 約6割が山形県で生産されています。そうなんですよ。そして2つ目、こちらあのラ・フランスとは違う果物なんですけれども、こちらブドウです。おー、ブドウね。こちらもあの2016年度の調べによりますと、
山形県のブドウ生産量は全国3位で、秋に収穫できるブドウは、巨峰、デアウェア、そしてピオーネ、シャインマスカット、すみません、ジャインマスカットなどが栽培されています。ちなみにこのデアウェアという品種はですね、巨峰ピオーネに続き栽培されている量が多い品種なんですけれども、山形県はデアウェア日本一の生産量を誇っております。そうなんだ。そうなんですよ。で、生産地はですね、主にこう内陸の方でして、日本海の方ではないんですけれども、内陸の方でよく、生産されておりまして、県庁所在地の、山形市周辺の地域に集中しております。そうなんですよ。実際僕が住んでる庄内地方っていうのは日本海側なんですけれども、そうだね、やっぱりこの時期になるとどん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 ブドウでも、生産地ではないんですよ、生産地は少しあるんですけれども、でもあのすっごいガン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 地域の方からもらったりできますね。 あと結構その内陸の栽培している方だと、今の時期ですと、その果物狩りなどよく楽しめるスポットが多くなっていると思いますので、もしよろしければそちらも調べてみてください。はい、その他にもこう山形の秋に食べられる果物っていうのは、例えば庄内牡蠣と呼ばれる庄内地方で栽培される牡蠣ですね、とあとは、桃など多く栽培されております。まさに果物王国山形ということでちょっと言い過ぎかもしれないんですけれどもでも本当にすごい果物が生産されている、県になっております。はい、果物について、ぜひご紹介させていただきたいのは芋煮です。芋煮、こう馴染みのない方はちょっとわからないかもしれないので、すみません、申し訳ないんですけれども、芋煮はですね、里芋を主役に、こんにゃく、ネギ、キノコ、ごぼう、肉などを入れた、鍋料理で、山形県の、郷土料理のことを意味しております。はい、県内でも、地域で味が違うというのも、地域でですね味が違うんですよ、がまた特徴になっております。そして、この芋煮が食卓に並ぶのは今こう秋からになっております。ちなみにですね、僕が住んでいる山形県の庄内地方では、芋煮には、お肉には豚を使って、味噌、またこう味付けには味噌を使って味付けするのが当たり前と思っていたんですけれども、実は他の地域では、味噌ではなく醤油を味付けで使うのが一般的でして、南の、あの山形県の南にありますこう沖多摩地方などでは、こう豚の代わりに牛を使ったりする、牛肉ね、そういったこう地域の違いという、地域の文化の違いみたいなのがこうまた垣間見えるというのがまた面白いところかなと思いました。またこの季節はですね、こう河川敷、川の近くでですね、その里芋を使ったこう芋煮会という行事があるのも、それぞれの地域で行われております。芋煮会、あるところではですね、これも僕あの調べてちょっとびっくりしちゃったんですけれども、直径6メートルの大鍋を使って芋煮を作るんですよ。なんか楽しそうだね。本当に量にするとどのぐらいなんだろうってぐらい、本当に6メートルの、直径6メートルですよ、の鍋を使って芋煮を作るところもあるそうです。それは日本一の、芋煮会フェスティバルという、イベントでして、山形市のイベントとなっております。はい、こう山形県の秋はもっとたくさんの魅力にあふれているので、ぜひ皆さん秋は山形県にお越しください。以上、もっけだの山形のコーナーでした。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りをお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、info@plus-box.com、セカンドベースまでお待ちしております。それではセカンドベース、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕、安田雅史と的場浩司でした。皆さん、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。